はい、こんにちは、陽介です。陽介のプラモ Vlog ということで、このプラモ Vlog とは、私陽介が日々プラモデル制作をやっている様子や、四苦八苦しながら、失敗を繰り返しながら、プラモ作りをしている様子をお伝えする動画になっております。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。でシリーズ化しているので、他の動画も見ていただけるとより分かりやすいかなと思います。で今回はですね、いつぞやこの Vlog でもお伝えしたレイヤースをやっています。で先ほどまでちょっと突発的な、動画じゃないや、生配信をやっていたんですけども、そこでやってたのが、まあ、ステサフ武器をやってました。サーフェイサーをこのレイヤースのプラモに、やってました。あらかた終わったんですが、こちらこの関節パーツとかちょっとまだ、やすってないところもあるので、一応隠れる部分ではあるんですが、チラ見せするようなチラ見えするような、ところもあるので、これも今からやすっていくところです。あとですね、レイヤース、ご親切にですね、こうもう細かい部分塗装されてるんですね。これはすごくありがたいんですが、今回はちょっとですね、これ落とそうと思ってます。こっちなんですけど、ちょっとハゲてるじゃないですか。これはですね、こっちもですけど、今ちょっと落としてみようかなと思っていろいろ試してたんですよね。でまあ普通のこちら薄め液、あのラッカー溶剤ですね、これでは落ちません。はい、当たり前ですけども落ちません。はい、で、このハゲチョロ化したやつはですね、こちら、ペイントリムーバー、すっごい若干この容器の中に残ってたんで、キムワイプに染み込ませてガーッとやってみたんですね。こすってみたら、まあペイントリムーバーなんで当たり前なんですけど、塗料落としなんでこんな感じで落ちたので、こちらをですね、ちょっとまた購入して、ボンして落とそうかなと思います。はい、なのでちょっと今はできないんですけども、ちょっと購入しておきたいと思います。でこちらも、まあ、表面処理してサフ拭きをして、まあ、自分でちょっと塗っていこうかなと思ってます。はい、ちょっと細かいですけどね。はい、まあ、筆塗りの練習の一環として、やるのか、まあマスキングをして、はい、エアブラシで拭くのか、まあその時にまた考えようかと思います。ようやっとですね、このレイヤースも進むようになってきました。前の動画を見ていただければわかるんですが、まあ盛大なやらかしをやってましたんでね、いろいろとパーツ購入したりとかしてたんですけども、まあそういうことで、今回はですね、このレイヤースようやっと進んだよというお伝えする動画でした。でこの部屋、塗装部屋なんですけども、はい、まだ全然机の上が片付いておりません。まあ、なんか新しく追加でラッカー溶剤を買ったりなんかしてます。はい、こっちはなんだっけな、あのメタリック用のメタリックマスターっていうメタリック用の溶剤で、こっちは普通の溶剤。ちょっとねちまちま買うのがめんどくさくなったんで、1000ml 入りのをドーンと2つ買いました。で私メタリック塗装を結構するので、まあお試しということでこちらも買ってみました。今後メタリック的なものを塗るときはこっちを使ってみようと思います。まあこんな感じでやってて、でまあこちらでちょっとテスト配信を先ほどやってて、まあいろんな方に見ていただいたんですが、なかなかこのカメラがですね、まあ本当に昔出た、カメラを使ってまして、それがこっちなんですけど、このカメラですね。はい、このカメラを使ってまして、配信この部屋でできることは確認できたんですけども、何分そのちょっと昔のウェブカメラみたいなのを使ってたんで画質が荒いと。でしかもこの部屋も今こう明るく見えてますけど、配信するには暗いということで、この部屋にも若干の配信環境を整えないとなといったところです。はい、
まあいつも配信している機材を持ち込むというのも手なんですが、毎回毎回それをやってるとかなり手間なので、まあ、こちらはこちらでね、簡易的な配信ができるようにお部屋の改造というか、またやっていきたいと思っております。まあ本当はスマホでね、手軽にできればいいんですが、私のチャンネルはまだその、条件を満たしてなくてですね、まあチャンネル登録とか、まだそういう条件ですね、満たしていないので、まあそうなったら、スマホとかでも手軽にできるようになると思うんですが、まあそういうところまでの、配信環境をちょっとこちらも考えていこうかなと思います。はい、ということで今回の陽介のプラモ Vlog、そんな感じです。はい、ご視聴ありがとうございました。陽介でした。陽介とプラモデルのチャンネルでは、プラモデルの動画やプラモデルに付随した動画、こんな日常的なプラモ Vlog やっております。ぜひともですね、チャンネル登録や動画に高評価、いいねボタンよろしくお願いします。ということで陽介でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。